オールアメリカンリジェクツ、オールアメリカンリジェクツ、ザオール、アメリカン、リジェクツとは、アメリカ合衆国オクラホマ州、スティルウォーター出身のロックバンドである。アメリカでは絶大な人気を誇っており、発表した4枚のアルバムのうち、2枚が、プラチナムディスクに認定されている。特に、親しみやすさ、現実味に重点を置いた楽曲を作るバンドとして、有名で、 メロディは誰もが口ずさめるような、わかりやすいものが多く、歌詞においても、ごく普通に日常的に起こることをテーマにした、誰もが共感できるものが多いのが特徴である。1999年に、当時高校生だった、タイソン・リッターとニック・ウィーラーの二人で結成。バンド名は、ザ・オール・アメリカンズとザ・リジェクツという二つの案を合体したものを採用し、ザ・オール・アメリカン、 リジェクッツとなった。その後、2001年5月17日に、自主制作ミニアルバム、セームガール、ニューソングスをリリースしたところ、インディーズレーベルのドッグハウスレコードの目に留まり、契約を結ぶこととなった。レーベル契約から約1年後の2002年10月1日に、ファーストアルバム、ザオール、アメリカンリジェクッツをリリースする。その直後に、 マイク・ケナーティーとクリス・ゲーラーの二人もバンドへ加わった。そして、そのアルバムを聴き、彼らにただならぬ才能を感じた大手、インディーズレーベルのドリームワークスレコードに見出され、同レーベルから、ファーストアルバム、ザ・オール・アメリカン・リジェ・クッツを再リリースしたところ、見事同アルバムからのファーストシングル、スイング・スイングが話題となり、全米シングルチャートにて、最高60位を記録。 その結果、アルバムも100万枚以上売り上げ、プラチナムディスクに認定された。その後、ファーストアルバムで大成功を収めた彼らは、大手メジャーレーベルのインタースコープレコードへと移籍。プロデューサーに、ハワード・ベンソンを迎えて、すぐにニューアルバムのレコーディングを開始した。そして2005年7月12日に、セカンドアルバム、ムーブ・アロングをリリース。すると、 同アルバムは全米アルバムチャートにて初登場6位をマーク。さらに、ファーストシングル、ダーティ t リトル・シークレットは全米シングルチャートにて最高9位。続く、セカンドシングル、ムー a アロングは15位。サードシングル、It Ends Tonight は最高8位を記録するなど、ヒットを連発。特に、セカンドシングルのムー a アロングは、MTV が主催する。 トータルリクエストライブにて1位を獲得し、MTV ビデオミュージックアワーズにおいても、ベストエディティングイン、A ビデオとベストグループビデオの2部門にノミネートされるなど、彼らの中で最も知名度が高い曲となる。シングル曲の成功も相まって、結果的に、ムーブ・アロングは全米で200万枚以上を売り上げる、超える大ヒットを記録。現時点で彼らの 最も売れたアルバムとなっている。セカンドアルバムが大成功を収めた後、表舞台からしばらく遠ざかっていた彼らだが、2007年夏にニューアルバムのレコーディングを開始するとの発表がされた。そして、前作から3年以上を明けた2008年10月8日に、サードアルバム、When the World Comes Down をリリースした。同アルバムは、 全米アルバムチャートにて初登場15位を記録し、全米で50万枚以上を売り上げている。同アルバムからのファーストシングル、g i ス・ユ s You Hell が全米シングルチャートにて最高4位を記録する大ヒットを記録。ダウンロード販売においても300万ダウンロードを記録し、結果的に彼らが最も成功を収めたシングル曲となっている。2010年になると大ヒット映画、 アリス・イン・ワンダーランドのサウンドトラック、オールモスとアリスにザ・プワゾンという楽曲を提供している。また、同年6月25日から7月18日までワープドツアーのメインステージに出場している。2011年末、ホースアルバムの制作を行っているとの発表があった。2012年3月26日、ホースアルバムキッズ・イン・ザ・ストリートをリリース。 今作では、セリーヌ・ディオン等を手掛け、グラミー賞にもノミネート経験のあるビンワンプロデューサー、グレッグ・ウェルズを起用した大作となっており、これまでの作品に比べ、サウンドスケールが大幅にアップしている。全米アルバムチャートでは、初登場18位を記録。タイソン・ディッター、タイソン・ディッター、ボーカル・ベース、2001年代、ニック・ウィーラー、ニック・ウィーラー、リード・ギター・コーラス。 2001年代、マイク・ケナーティー、ミケ・ケナーティー、リズムギター・コーラス、2002年代、クリス・ゲイラー、クリス・ゲイラー、ドラム・パーカッション、2002年代。マット・ルバーの、マット・ルバーのベース、2011年代。ケビン・トド・ソーニエ、ケビン・トド・ソニー、キーボード・コーラス・ギター、2006年から2011年。イーサン・ロバク、イーサン・ノバーク、ベース・コーラス・ギター。 2008年から2011年。ニック・ホックサー、ニック・ホックサー、キーボードコーラスギター、2006年。ティモシー・ヨルダン・イ、e、テモ・ヨルダン・イ、e、キーボードコーラスギター、2005年。ティム・キャンベル、ティム・キャンベル・ドラム、2001年。ジェシー・タビッシュ、ジェッセ・タビッシュ、ボーカル・ギター、1999年から2000年。各アルバムから作成されているミュージックビデオは、 以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。